なんとか下克上を阻止できましたね。さすがです、コマリ様。大丈夫かな。ちょっとやりすぎちゃった気がするぞ。あれくらいでちょうどいいのですよ。見せしめにもなるので、今後は毎日部下たちを殺害しましょう。捨てたまるか。むしろこっちの命が危ないよ。まあ確かに、コマリ様は弱々ですからね。カナブンと1対1でバトルしても負ける程度の戦闘能力です。わかってるならなんで私を七具店にしたんだよ。向いてないよ。もう転職活動始めようかな。私に向いてる職業って何があると思う？プロレスラーなどはいかがでしょうか？やだー、もっと引きこもりらしい職業がいい。そうだ、ブーケファロスと仲良くなれたし、動物のお世話をする仕事とかどうかな。今もやってるじゃないですか。第7部隊の奴らは全員動物みたいなものですよ。そういうことじゃない。まあそもそも転職したら爆発して首が吹っ飛ぶので無理なんですけどね。そうだった。大丈夫です、コマリ様は私がしっかりお守りしますよ。無理するなよ、怪我でもされたら困るんだ。コマリ様が毎日一緒にお風呂に入ってくれるなら頑張れる気がします。それは遠慮しておこう。でも今日は一緒に入ってくれたじゃないですか。お前が勝手に入ってきただけだろ。許可した覚えはない。これが俗に言うツンデレなのですね。ああコマリ様。